みがでかい。ブータがでかい。めっちゃ好きなんだよ、本当に。すする TV! ずるずる。どうも、すするでーす。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、先日、戸田ボートレースの生配信にまた出演させていただきまして、実は私すするですね、1年間この戸田ボートレースの生配信に出演しておりまして、1年でこの番組を卒業させていただくことになりました。いや、今まで本当にご覧くださった方々ありがとうございました。最後のレースもね、結局負けてしまったんですけど、そんな負けを癒してくれる二郎系ラーメンの店こちらです。ドン！ JR 柏駅から徒歩1分のところにあります、ラーメンフクロウさんにお邪魔してまーす。こちらフクロウさんはもともと柏の葉キャンパス駅の近くにあったお店で、過去にはあの仁方さんと共に訪問したこともありまして、その際もうますぎて震えるぐらい醤油がビシッと決まった非乳化スープの二郎系ラーメンをいただきまして、今年の5月にねこの柏駅の近くに移転してきまして、柏近辺も最近ラーメン屋さんすごく増えてて、名店揃いの中、果たしてフクロウさんのラーメンはどんな一杯になってるのか、早速すすりに行きましょう。レッツゴー。というわけでですね、本日あのボートレース戸田の生配信に出演してきまして、実はね今日でどうやら僕番組卒業だったらしくて、全然聞かされてなかったんですけど、なんかお花とかもいただきましてね、みんなからちょっとお祝いしていただきまして、まあ結果は今日最後なんですけど負けちゃって、負けた後はやっぱガツッと二郎系ラーメンすすりに行きましょうというところで、わざわざ戸田公園からね柏の方まで移動してきまして、これから向かいますのがラーメンフクロウさんです。昔あの柏の葉キャンパスにあった時に仁方さんと一緒にお店伺ったんですけど、そっからまたね柏の駅前の方に移転してきまして、移転してからは初と、やっぱねフクロウさんといえばこうビシッとね醤油抜きで非乳化スープがめちゃくちゃ美味しかったんで、今日めっちゃ楽しみにしてます本当に。というわけで皆さんからいただいたコメントの方もちょっと読ませていただければと思うんですが、すするみたいにラーメン食いまくったら痛風になったぞ、すするも気をつけて、マジでクソ痛いから。やっぱ痛風ってきついのかな、本当痛風はもう本当大変だっていう話をよく聞くんでね、一応気をつけてはいるんですよ。あとまあ僕もともともう水とかお茶とか本当にすごい量飲むので、一応対策にはなってるのかなとは思うんですけど、まあとはいえねそれ以上にラーメンのスープを飲んでいる量も半端ないので、健康的にラーメンをすすり続けるためにもちょっとここら辺は気をつけなきゃいけないなと思っております。すするさん、大谷翔平さんに似てますねおばあちゃんみたいなこと言うな。俺もめっちゃ子供の頃なんか言われたわ。その時は松坂大輔っていうプロ野球選手がめっちゃ活躍してたんですけど、お前松坂大輔に似てるなみたいなこと、もう若い者の顔みんな一緒に見えてるのか、多分若いとか俺もう子供の頃だったけど、それでも松坂大輔にめっちゃ似てるって言われてたんで、でも 今やねもう大谷翔平選手もう大スターですよ。年下なのにあれだけ活躍してるってもうすごい刺激になりますよね、本当ね。ちょっと前までその高校球児が、甲子園戦ってる高校球児が自分より年下だってことに気づいて、いや本当自分で何やってんだろうなみたいな思ってた大学時代もあったんですけど、今やもう世界レベルで、ね、活躍してるあの大谷さんが年下って考えるとね、やっぱりね若い人たちの才能っていうのは本当にすごいなと思いますよ、本当に。うん。すするさんはこのラーメン YouTube を始める前に別の YouTube かなんかやってたんですが、初回からスタイル完成されていて第1回の作品には思えなくてということで、いやこう言っていただけるとすごく嬉しいんですけどね、全くのど素人から始めたんで僕ら YouTube は、まあ YouTube の、ね、フォーマット自体はチャルゾーっていう僕の大学の時の先輩が、まあ今も一緒に YouTube やってるんですけど、まあ作って、でまあ僕が演者という形でね最初 YouTube を始めて、今もうそのスタイルを突き通してまして、まあ、フォーマット作ってくれたのはもうチャルゾーくんなんで、そこはもう感謝しかないですよやっぱり。はい、僕はある意味もう本当ラーメン食べるだけでいいんでね、もう本当毎日好き勝手ラーメン食べて、今もう楽しくやらせてもらってます本当に。あ、先生はいる。というわけでフクロウさん到着しました。めちゃくちゃいい場所なんです本当。柏の駅から徒歩1分ぐらいの場所にあって、まあ、丸井とか、まあ、モディとかの裏のあたりにですね移転して、場所も良くても気合も十分なんじゃないかということ で久しぶりに先生に会えるのもねすごい楽しみなんですけど、早速進みに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあラーメンフクロウさん、直結です。今日は朝から何も食べてないのでラーメン大、そして生卵と鰹節、さらに味付けうずらとジョッキウーロン茶、そして味変アイテムの熊本をプッシュしました。店主さんは通称先生と呼ばれる方で、昔からブロガー界隈ではラーメン二郎やデカ盛り好きとして有名だったお方。今回連れてきてくれた方ももともと先生とお知り合いで、一緒にデカ盛りを食べに行くほどの仲良しらしいです。迫力のある豚やたっぷりの麺が上がるのを眺めながら、こっちのテンションも上がってくるなんてくだらないことを考えながら、ジョッキ黒ウーロン茶をグビリ。今日も暑かったからうめい。野菜ニンニク油のコールも完了したらやってきました。こちらがラーメンフクロウさんのラーメン大各種トッピング&コールです。うひょー、激ヤバなビジュアル100点満点で、野菜の標高と味付き油の色合いのバランス感の良さが素晴らしい。スープに沈んだ豚、そしてスープの表面に浮く液体の油など、期待感しかない最高の見た目をした一杯だぞってことで、いただきます。ではまず油のかかった野菜から。
うめい。まず油がとにかくうまく、野菜ももやし主体ながら程よいクタ感もあるうめえやつ。崩すのがもったいないと思うほどの美しいビジュアルからは、先生の二郎系への愛とリスペクトを感じましたが、どんどん食らってどんどん山を削っていく。やっぱりうまい二郎系って野菜からちげえんだよなと感心しつつ、このファーストインプレッションオブジアースは当たりを隠し抜きます。さあそのままでも食べ進めていけそうですが、卓上の開始をかけてさらにパワーアップ。ボートレースで負けてしまった分を取り戻すべく、まだまだ食べ進めていけば、取り戻すどころかそれ以上に満たされていけ、天井知らずの充実感。そしてここでごつめな豚の登場。食べる前からほぐれちゃってるやわほろ肉で、直径っぽさを感じる味しみバッチリな豚がうめい。噛むたびに染み出す返しの風味と豚の旨味をおかずに、またガツガツ野菜を食らっていけば、頭もぶっ飛ぶスーパーフライヤー体験。まだ序盤ですが、可愛いうずらもパクリと食らっちゃってます。さあ価格高騰のこのご時世にありがたいサイズの豚を食らい、ある程度野菜も平らげたら、いよいよ麺とご対面。持ち上げただけでわかるデロミを帯びた平打ちのウェーブ太麺で、これは確定演出級のうまそう感。いい香りも立ち込めながら、よっしゃそうする、うめめい。表面滑らかで柔らかいデロ麺ながら、噛めばくにゅとしたコシがあるめちゃうま麺で、柔らかい表面なのでズバズバと飲めるようにすすれるところが、やっぱデロ麺なんだよなぁとしみじみ思わせてくれる。この紙麺に合わせるスープは、表面に程よく液体油が浮き、ほんのり甘みがありつつもキリッと柔らかいエッジの効いた5の剣というよりは10の剣な皮乳化スープ。柔らかな醤油の切れとベースの豚だしのバランスもよく、特に麺との絡みが最高ですが、スープ単体でもかなりうまい。ゴッド&ゴッドで紙を2体も召喚させ、大ラーメンの5加護を全身に浴びていきます。さあ先ほども食らいましたが、普段は箸休めに食らう可愛いうずらにも味がついているので、休憩ポイントはなく、可愛さ余ってうまさ100倍、もっと可愛くていいんですよ。そしてここで生卵に麺を絡ませてすすってみましょう。マヒン。非乳化で醤油感あふれるスープなので、生卵はもちろん合い、冷たい生卵に麺をくぐらせることによって、ほんの少し麺が締まるので、麺のコシとまとった生卵によってすすり心地もアップ。卵に支えられ早30年、卵は偉大です。てな感じでジョッキ黒ウーロン茶をグビグビ飲んでリフレッシュしたら、今度は鰹節をかけて味変。個人的に非乳化スープと鰹節の相性が大好きで、入れると一気に鰹節香り、和の風味がぶわっと広がる。忘れかけていた侍の心を呼び起こす最高の味変です。熊本なりの味変もちょっと行ってみようかな。なんかマー油みたいな感じとニンニクの破片が入る感じ。ということで、皆さんも気になっていたであろう熊本なる味変アイテムを使ってみましょう。変わりすぎだな。味めっちゃ変わりますよ。と現地のすするも申している通り、麻油のような香ばしい風味の効いた濃いめの油が入り、味が変わるというか、一気に熊本味に、まるで違うラーメンのようになるので注意が必要ですが、先生曰く他の二郎系にはあまりない味変なので、おすすめとのことです。てな感じで、二郎系で大ラーメンとなるとかなりの麺量のはずですが、気がついた時にはもう終盤戦。なんならデロ麺なので、他の二郎系ラーメンよりも麺量が多いくらいまでありますが、しっかりとこの夏にもぴったりなすするのタオルで汗を拭きながら存分に堪能。細かく残った野菜や麺、油などをさらってすくったら、本日も大満腹大満足で完食です。大変美味しくすれました。久しぶりの先生の一杯はやはりうまい。以前よりもブラッシュアップしつつ、軸はブレずに一貫しているところが素晴らしく、すするも見習わなければならない一杯だと思いました。それではコスプレイ。めっちゃうまかった、本当ありがとうございます。お疲れ様です。いや、お腹いっぱいですよ。はい、ごちそうさまでした。いや、フクロウさん行ってきたんですけれども、めちゃくちゃお腹いっぱいです。でもうまかったですね。はい、あの直径のね、ラーメン二郎をこう彷彿とさせるような柔らかめな茹で加減の麺、まあ、いわゆるそのデロ麺ですよね。このデロ麺と醤油がビシッと立ったこの非乳化スープ、やっぱりね、この組み合わせは
もうラーメン二郎好きの僕らにはもうめちゃくちゃ刺さるこの一杯で、今回ね麺の量大盛りで 350g、 茹で前 350g って相当な量なんですよ。実際いわゆるその普通のラーメン二郎とかいわゆる二郎インスパイ系のお店って大体まあ 300g ぐらいが一つの目安になってて、まあ、それよりもね 50g 多いだけで結構多めに感じるんですけど、それがさらにこうデロ麺だから、茹で前 350g でよりこうあの茹で湯をね吸った状態になってるんで、多分茹で上がりの重量は硬い麺とかよりも圧倒的に多くなってるんですよ。なんですけどね、あのデロ麺がもう飲める麺なんですよ。もうほんと喉越しが良くて、醤油ビシッと効いたスープをしっかりと持ち上げてくれてね、もうこう流れるようにすすれて、さらにこう小麦の風味もこう飲むように感じられて、いやーやっぱあのデロ麺と非乳化スープの組み合わせ僕は大好きですね本当に、まあ、最初に僕いつもね野菜と油から食べるんですけど、あの油もビシッと味ついてて、あとちょっとねほぐれた豚みたいなのも中にこう入ってたりして、しっかり味もついてて、それでいて野菜のおかずになるめちゃくちゃいい油だったし、豚もねこんな大きくて、しかも厚みのある豚で、今時あんなサービスいい豚なかなかないですから、まあ、これはやっぱ二郎系ならではだなっていうところがあるんですけど、いやあんぐらいゴリゴリのね豚で来てくれるとやっぱテンション上がりますよね。あと結構味変できるメニューがねすごく多かったのもいいのかなと思ってて、まあ、生卵とかもちろんなんですけど、フクロウさんね、あの熊本とか唐油とか結構変わった味変メニューがいっぱいありまして、今回あの店員さんがおすすめで熊本ちょっとどうですかみたいな感じしたんで、まあ、熊本ちょっとね行ってみたんですけど、めちゃくちゃ味変わったんで、あの注文する際はね皆さん注意してください。本当にめちゃくちゃ変わりましたマジで。まあ僕は生卵ぐらいでちょうどいいかなと思う。あとあの鰹節ね、鰹節やっぱ非乳化スープにも鰹節が最高に合うんで、本当に鰹節はめちゃくちゃおすすめですね僕は。はい、まあ、パターンとかもやったりして、他のお客さん食べてみてめっちゃ美味しそうだなと思ったんで、まあ、汁なしとかもねあのレギュラーメニューであるんで、いやまたちょっと行きたいですね先生のラーメン食いに。なんか汁なしに関しては前の柏のハキャンパスの時も今度来たら汁なし食べたいですねとか言ってたような気がするけど、まあでもね今回ねあの柏の駅近くに移転したんで結構行きやすい場所にできたんで、もっと定期的に先生のラーメンすすりに行きたいと思いましたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメンフクロウさん、非乳化の先生や。フクロウさんといえばやっぱ非乳化スープですね。